カルプソウはギリシア神話に登場する海の女神である。カルプソウは覆い隠す者の意。長母院を省略してカルプソとも表記される。伝説的なオーギュギアー島の洞窟に住み、島に漂着したイタケイの王オデュッセウスを愛したとされる。ジョン・シンガー・サージェントの1925年の絵画、アトラスとヘスペリです。ボストン美術館所蔵。マルタ。 ゴゾジマシャーラのカリプソウの洞窟。ホメーロスはカリプソウについて早くも言及しており、女児誌、オデュッセイアの参加所で巨人アトラースの娘であると語っている。詩人は彼女の父、アトラースについて残忍な性格で天と地を隔てている巨大な柱を支えており、彼女自身もまた感知にたけた女神であると語っている。 後代においてもカリプソーはアトラースの娘と伝えられている。母親については言及されていないことが多いが、ヒュギーヌスはプレイヨネートし、タイユゲテイの代わりにカリプソーをプレイヤデスの一人に加えている。ただしヘイシオドスはオーケアニデスの一人とし、アポロドーロスはネイレイデスの一人とする遺伝を伝えている。プレアデスびヒワデスと姉妹であり、ヘスペリデスと イボシマイ。ヒュアース、ヘスペロスという兄弟がいたと伝える者も,もいる。オデュッセウスとの間に二人の息子ナウシトスとナウシノオスを産んだ。あるいは、ラティノスを産んだとも言われる。カルプソウは、オーギュギア島にある巨大な洞窟の中に今日、構えていた。洞窟の周囲は青々と茂ったハンノキ、ポプラ、糸杉が立ち、 洞窟の入り口には果実をたわわに実らせたブドウの鶴が繁茂していた島には四つの泉がありどの泉も異なる方向に流れ出ていたさらに泉の周囲にはすみれとパセリが花を咲かせる草原が広がっておりその眺めは神々も楽しませることができたまたカリプソーは 洞窟の家の炉で杉と香木を焚いていたので、島全体にかんばしい香りが漂っていた。島は外界から孤立しており、人々の中にも神々の中にも島を行き来する者はいなかった。大ギュギア島は現在のマルタ、ゴゾ島とされ、シャーラにはカルプソーが住んだと言われる洞窟がある。 ヘラルトデライレッセの1670年頃の絵画、カリプソにオデュッセウスの解放を命じるヘルメス。クリーブランド美術館所蔵。カルプソーが登場するジョジシ、オデュッセアーは、トロイア戦争の英雄、オデュッセウスの帰国に関する冒険物語である。魔女、キルケイの下で1年の間暮らしたオデュッセウスは、その後、トリーナケイジまで太陽が見え、リオスの怒りを買い、 ゼウスの雷によって船を破壊され、怪物スキュラとカルブディスが住む海域に逆戻り、してしまった。カルブディスが潜んでいる大岩には、一軸の木が生えており、オデュッセウスはその木に取り付いて、カルブディスの脅威をやり過ごした後、10日目にカルプソウの住むオーギュギア島に漂着した。オデュッセイアーは、カルプソウとオデュッセウスとの邂逅について、詳しく語ってないが、 彼女はオデュッセウスを深く愛し、親切に世話をしただけでなく、不死を与えることまで約束したと語られている。しかし結局のところ、彼女はオデュッセウスの心を得ることができなかった。二人は当初は幸福に暮らしたが、オデュッセウスはすぐに島の生活に飽き、強い暴挙の念に囚われた。それでもカリプソーは長年にわたってオデュッセウスを島に引き止め続けた。 オデュッセウスがカリプソウの下で暮らした年月は5年とも、7年とも伝えられているが、その間オデュッセウスが涙を流さない日はなかった。最終的にカリプソウはオデュッセウスを帰国させようというゼウスの命令を受けて、オデュッセウスと別れることになった。それは、オデュッセイアーによると英雄がオーギュギアー島に漂着してから8年目のことであったとされる。カリプソウはゼウスの意思を伝えた。 ヘルメス神に対し、神々の嫉妬深さから、女神が人間の男に抱かれることも、夫とすることも許そうとしないとなじった。その時、カルプソーは神々が女神と人間の恋を許さなかった事例として、エオスとオーリオーンの恋と、デメーテールとイアシオーンの恋を挙げている。しかし結局は、 ゼウスの意志を避けることは誰にもできないとして命令に従った。カルプソーは海岸で悲しみに暮れるオデュッセウスを発見するとイカダを作って帰国することを勧めた。この突然の申し出にオデュッセウスは驚いてカルプソーが自分に危害を加えるつもりなのではないかと恐れたがカルプソーは害意がないことを冥府のカワスチュクスに誓った。そして イカダ作りに適した巨木が生い茂る場所を教え、オデュッセウスが木材を切り出して、イカダを組み上げる間に、穂に用いる布を作った。出港の際には立派な衣服を着せてやり、十分な食料と、水、ワインを与え、穏やかな順風を送って、オデュッセウスを見送った。また航海に際しては、北天の奥熊座が常に左手に見えるように、後悔することを教えた。 オデュッセウスは海に出てから18日目にパイアーケス人の土地を発見したが、ポセイドオ,オーンは、強風を送って大波を起こし、オデュッセウスは海に投げ出された。この時オデュッセウスは、カルプソウが着せてくれた衣類の重みのために海面に浮かび上がることができなかったが、海の女神レウコテアの助言に従って、カルプソウの衣服を脱ぎ捨て、レウコテアのくれたベールを体に巻いて、海を泳ぎ、 パイアーケース人の国にたどり着いた。一説によると、カルプソーはオデュッセウスを愛するあまり自殺した。ありがとうございます。